目隠しの玉たりと昔は どんなシチュエーションでバスケやってんの。あーこれやばい、もうやばい、もうやばい、あーおいどうやおおいやのスリーポイント対決、さあというわけで今回ですね、はい、サンロッカーズ渋谷の、はい、体育館に来ております。そして参加していただく選手は石井康介選手、田渡修斗選手です。お願いします。お願いします。はい、そして吉本から大内田陽です。はい、よろしくお願いします。さあ今回はですね、まあ、やっぱ2人ともね、はい、サンロッカーズに移籍してきてですね、はい、まあ、新メンバーでございますけども、はい、2人ともシューターなので、うん、やっぱこのシュートには自信があるだろうと。いや、そりゃそうですね、ということでそこを我々がちょっと超挑んでみようじゃないかと。本当ですか、はい、やりましょう。今日は個人戦ですから、はい、ノーマルフリースローをまず2本ずつ、うんうんうん、あ、2回ずつ、はい、お二人は1本ずつ、はい、ワンチャンスです、はい、あ、我々は全部3回チャンス、はい、あ、本当ですか、はい、余裕やな。なんで、いやいや、もう余裕です。え1本もらえるんです。1本あげればもらえない、もらえない、もらえない、打たせない、打たせないっていうあれをしてくない限りは大丈夫です。そしてその次は目隠しスリーポイント、これも2回ずつ。目隠しスリーポイント、はい。そしてその後はぐるぐるバットで、ちょっとこの三半規管に出した状態でのスリーポイント、はい、これも2回ずつ。わかりましたね。計6回目、6ラウンド、はい、はい、はい、のほどはイージーですね。あら、はい、シューティーからさ、イージー、もう三半規管やばらせられようが、はい、あの目隠ししようが、はい、絶対入っちゃう。絶対入っちゃう。そんなやつおるよ。いや、もっとバスケがいっぱいいたかよ。いや、もうそうなんですけど、気づいてない。まだ気づいてない。なかなか気づいてない。三半規管言わされても絶対入っちゃうやつは NBA と思うけどね。この僕の魅力にまだ B リーグ追いついてない。ああ、そう。藤井君はいかがでしょうか。僕三半規管めちゃくちゃ弱いんで。あら、弱いの。心配しかない。心配ないさー。友達と遊んでちゃうで、はい、ごめんなさい。2人とも仲良い方の2人やったら友達でもどうしよう。ごめんなさい。さあそれでは早速やっていきましょう、はい、まずはノーマルスリーポイントから、はい、順番決めましょう、じゃんけんで、はい、はい、負けた人から、あ、負けた人、はい、最初はグーじゃんけん、ほい、はい、これでしょ、はい、1番、4番、最初はグーじゃんけん、ほい、おう、1番、はい、1、2、3、4、センターでいい？はい、いや、え、普通に狙うんですか？なんでもいいよ、何でも決まってないから、センターがいいんですか？いや、全然先頭が打ったところでいい。あ、そうしましょうか、あ、そうしましょう、はい、それが、まあ、それでいいや、止めたんで、はいはいはい、0度にします。おー、3本中1本入れれば OK、 3本打って入るよな。いきます。これですよ、芸能人は。今の、本当入りました今。入ったのは入ったよ、確かにマジでやったけど。精度は特に不得意ありますか。結構緊張する。精度的には精度はどう。どうしますよ。まや、意外と難しいという、いいとこ選んだかもしれません。じゃあ行きましょう。トップから打ってくれたらよかったな。よし、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 マルムがつきました。これは相当シューティー絶対入る、絶対入るって何。すごいな、そんなことあんの。何、うわ、ダメ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 、ちょっとちょっと勝負ね、やばいっすよ、やばいっすよ、外れました今、現実逃避はやめました。1回目でやっちゃった。よし、よし、俺は俺プレッシャー与えたね、はい、相当与えました。ライト様、ライト様は3回チャンスがあります、はい、3回ありますね、3回あります。全然まだあと2回あるから全然。
やつ。顔を一回やっぱり鼻持たせないと見てないと思ったんだよ。わざとあえて外しました。こっからありますよ。結構な変微性になりますよ。ああ、全部入ります。いきます。あ、やばい、曲がった。左。やばい、やばい、左曲がった。左曲がり。左曲がり。絶対決めた。あ、やばい、プロは1本ですからね、ワンチャンスだからね。試合中でさ 45% 入るんだからもう。さあ、うわー、さすが。これはさすが、これはさすがです。ちょっとね、軽く動きながらですね。ちょっとムービングしたらリズム出るから。あ、俺も、俺もビクトも動かないですから。ステイ、ステイ、ステイスタイル。いや、ええねん、それ。なんだそれ。ダサいやつ。おぉー、さすが。さすが。まあ、当たり前ですか。当たり前ですか。じゃあ、僕行きます。まあ、でも 3本シュートチャンスありますから、ね、3本あるからね、はい、おぉ、左曲がり、左曲がり。おお、めっちゃ上げてる。おお、いやー、強い。よし、2つ丸、はい、1つです。ライオンさん、一歩リード、一歩リード、押し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 。どんだけルール分かってるか。一歩リード。よし、絶対つけないやつ。順番じゃんけんしよう。最初はグーじゃんけん、はい、1、2、3、4。比較 C3 はルールがあります。打つ前に流川楓の名台詞、体が覚えてたっていうのを心を込めて本当になりきって言っていいから打ってください。わかりました。いきますよ。さあ、リングの位置が分からなくなった。さあ、それでは目隠し3ポイントチャレンジ、自分タイミングでお願いします。ワードも言ってね。はい、心を込めてね。体が覚えてらそれはもう強いしたい。じゃあ目隠しでもステップ踏むの。今ステップ踏まなかった。踏んでなかったら入ってたら自分でずらしてまっすぐ進む。そうや、それのおかげでずれない。いきます。はい、体が覚えてら。おお、え、惜しい、惜しい。いや、なかなか痛いんだ、赤いやろ。おおー、足りない。うわー、溺れてすごい。いくよ。はい、体が覚えてら。覚えてない全く覚えてないやん。楽しくな。体が覚えてら。おおおお、わー、目隠しの歌渡りと昔は言われた。どんなシチュエーションでバスケやってんの。もうちょっと前。結構スリーポイント持ち近い、うん、もうちょいおい、どうや。風の音が怖くて。それは怖かった。音が大きくなって。あ、もう分かったっす。マジ。体が覚えてら。右曲がりでしたね。あ、体が覚えてら。だいぶ左
取りまで。いきます。体が覚えてら。おお、お、あー違う。いやマジで誰か一人が入れんと。いや本当ですね。うん、体が覚えてら。おお、惜しい。あー、うまかった。あ、曲がった、右手。おぉ、惜しい、惜しい。大鳥、大鳥、大鳥です。体が覚えてら。うわぁ、全然違う、全然違う。というわけで、第2ラウンドはドロー。ドロー、よし。誰も入らず。まあ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 。以前、ライオンさんリード。そうです、僕がリード、それでは最終ラウンドでございます。はい、ぐるぐる、3本対決です。はい、これも2ラウンドやります。はい、最初はグーじゃんけんぽい。はい、1、2、3、4、5回回って、はい、で自分で、5秒以内に打ってください。はい、ボールを拾って。はい、それでは行きましょう。よーい、スタート。1、2、3、4、5。OK。 お、どうだ。おお、あ、うまい、うまい。これ、2回目でいけ。はい、いきます。せーの。これ一発でまず集中しない。3回ぶり。さあ、これまた三半規管弱い男、石井康介。弱おとは言っても去年のスリーポイントチャンピオンでございます。こんなところで負けてる場合じゃございません。はい、どっちかこのグルグルで一本決めとかないとライオンに追いつきません。はい、それではじゃあまず5周回っていただきます。いきましょう。はい、よーい、スタート。あー、これやばい。もうやばい。すごいよね、やっぱ脳って。脳が振られたら打った後あんだけ行こう。いきます。1、2、3、4。あ、やばいな。5、 OK、 決めてね、決めてくれ、決めてくれ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、105、106、107、108、109、110
やばい。寸前の人っすよ、これはやばい、寸前っすよ、分からんけど、とりあえず喉が動いてるこれやんのまた何の風見てるのそれは、今日ね、エアコン強いからね、エアコン強いからいいよ、いいよ、早いね、3、4、5、4、5、2、3、おぉ、いやぁ、入った、すごい、入った、これはすごい、リング4つぐらいあるんですよその後ろ1個に絞ってるすごい、でも止まったもんね、いや止まってた、すごい、じゃあ行きます、はいはい、1、反対回りしてください、はい、2、まだ、マジか、キャッキャッ、しまった
整理。うわぁ3 2 1 5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 気持ち悪い。でも、もし僕が入って3点だったら、もう1回ですか？いや、そうなんですよな。俺これ決めたら3点です。なんでそれ？だ急なとこにする。いいよ、じゃあ1個これほんまに入ったら3点ね。マジですか？3、4、5、ダメ。弱い。大逆転は申し訳ないから2点ちょうだい、はい、入ったら同点にして、はい、行きます。はい、これで決めたら同点。3、4、5、おお、うわー、すごい。よし、すごい。よし、サドンです。すごい、落ち込んだ。ここ止められるこの3人は。でもシューティーがこれが決めないと10周いきます。10周いける。いや、じゃあ10周で入ったら2点にしよう。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90
気持ち悪い。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 ちょっと、はいはい、なんでしょう。やっぱちょっとこのまま引き下がれないんで。石井さんがもう一回チャレンジ。石井さんがもう一回チャレンジ。いける。石井さんがやっぱ。お前それ言うみたいな顔してるから。それ決めたら。4点で今日はサドンデスマジの大逆転勝ち、大逆転勝ちね、はい、得点自己申告制ならあるこういうゲームでレイアップ、レイアップいい、レイアップ、レイアップいい、レイアップいいよ、いいよ、じゃあ、じゃあほんまにこうしよう、じゃあもう10周10周の代わりにレイアップにしよう、7秒ね、5周、5周なんで中和しようとしてるの、マイルールがすごいで、それでは行きましょう、どうぞ、いい、もうすぐだ、銃やばいっすね、ちょっとビハインドバックしてやろうかと思って全くできない、じゃあちょっとこれ僕とライオンが同点になってしまったんで、はい、目隠し3で先に入れた方が勝ちにしましょうか、はい、終了。大丈夫。ということでみんな同点ですね。はい。というわけでございまして、はい、石井君のマイルールがすごいことが分かりました。本当ですね。何でも検証してみるもんです。ね、本当ですよ。負けすぎないがすごい。あのぐるぐるバットスリーポイントやめましょう。やめましょう。はい、やめた方がいいされば、ね、はい。皆様、もしよろしければチャンネル登録。高評価よろしくお願いします。また見てね。